直筆サイン入りユニフォームのプレゼントをはじめ、札幌ドーム CX 観戦ツアー、ファンフェスティバル2010ご招待など、ファイターズファンにはたまらないプレゼントが。北海道のうまいものコースでは、ゆめぴりかをはじめ、道産の野菜や黒毛和牛など北のライフのおいしい食材がなんと1000名様以上に当たります。期間中お一人様何口でもご応募可能です。この夏はお近くの国連で給油して素敵なプレゼントを当てましょう。今年は北船出に切り替えだ。ドラムキボードが焼きたいだな。辛くてもまた出てくるし、それならラフアップマックスロード、後期の鉄器具に使えばいいよ。鉄器具この時期忙しいから助かるわ。小麦畑の魚群には後期の戦術まで使えるラフアップマックスロード。忘れない、あの人への恩はいつまでも忘れない。アナキューピットはあなたの思いを、ABC ラジオ天気情報です。午後
道内は晴れているところが多くなっていますが、荒野や留萌地方は雲が広がっています。また東京では一部でにわか雨が降っています。今日これからのお天気です。この後も晴れるところが多いでしょう。ただ東京の山沿いでは今夜初めにかけてにわか雨の降るところがありそうです。雷を伴って強く降ることもありますので、天気の急な変化にご注意ください。また荒野や留萌地方は夜になると雨が降りやすくなるでしょう。明日土曜日のお天気です。北部では昼前まで一部で弱い雨が降りますが、全道的に日中は晴れるところが多いでしょう。夕方以降は各地とも雲が多くなり、道南では雨が降り出すところがありそうです。 HBC ラジオ天気情報でした。すみれさんの次の家。午後1番、続いては日本列島ホット通信です。